皆さんこんにちは。祈りの幕が降りる時でおなじみの伊藤蘭さん。伊藤蘭が水谷豊と夫婦で逮捕間近と言われる理由や、顔面崩壊と言われる多重整形の末路について紹介します。まずは伊藤蘭さんの経歴とプロフィールから紹介します。伊藤蘭さんは1972年にアイドルグループキャンディーズの一員として歌手デビューしました。フォーリーブスのバックダンサーであるスクールメイツのメンバーから選抜され、あなたに夢中でデビューすると瞬く間に国民的人気を得ました。特に1975年にリリースされたシングル年下の男の子はオリコンチャート9位にランクインし、同年末には NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たしました。その後もハートのエースが出てこないや微笑み返しなど数々のヒット曲を生み出し、キャンディーズは日本の音楽シーンを席巻しました。しかし1978年に普通の女の子に戻りたいという伊藤さんの涙ながらの言葉とともに解散。この発言は当時の流行語となり、多くのファンに衝撃を与えました。キャンディーズ解散後、伊藤蘭さんは1980年に女優として本格的に活動を再開。第2回横浜映画祭で助演女優賞を受賞し、翌年の舞台少年狩りでは第19回ゴールデンアロー賞新人賞を受賞するなど、その演技力が高く評価されました。以降映画やドラマ舞台と幅広いジャンルで活躍し続け、現在に至るまで第一線で輝き続けています。プライベートでは伊藤蘭さんは俳優の水谷豊さんと1989年に結婚しています。水谷豊さんは国民的ドラマ相棒の主役を務める俳優で、日本を代表する俳優の一人といえます。実は水谷さんは元踊り師伊藤蘭さんが所属していたアイドルグループキャンディーズの大ファンだったそうです。結婚してから30年以上経ったお二人は、過去に一度も喧嘩をしたことがないほどのおしどり夫婦として知られています。しかし水谷さんにとってはこれが2度目の結婚でした。水谷さんと伊藤蘭さんの出会いは1982年放送のドラマあんちゃんでの共演がきっかけでした。実はこの時水谷さんは熱中時代刑事編で共演した米国人女優ミッキー・マッケンジーさんと結婚したばかりの新婚ほやほやでした。しかし2人の仲の良さが様々に報じられる中、伊藤さんは家庭のある人はダメなんです、ドロドロするのは嫌いと、あくまで役者としての尊敬であり恋愛感情ではないことをマスコミにアピールしていました。しかしすでに2人の心には燃え上がるものがあったのでしょう。そのわずか半年後、水谷さんとミッキー・マッケンジーさんの別居が報じられ、改めて伊藤蘭さんとの関係が注目され始めました。そんな中1988年11月、水谷さんは一緒に住まないかと伊藤さんにプロポーズします。伊藤さんは式の時には1回目の時と同じ服は着ないでくださいと、前妻との過去を尊重しながらも笑顔で承諾しました。当時2人の交際は世間の注目を浴びており、もし今だったら大きなスキャンダルに発展していたかもしれません。しかし2人は批判を乗り越え愛を育んできました。1989年1月、2人は徹底した秘密主義のもと、ハワイで極秘に結婚式を挙げました。記者に追われないよう別々にハワイに入り、宿泊ホテルも別々に手配。当初予定していた教会もキャンセルし、急遽別の教会を探して挙式を行うなど、2人は細心の注意を払いながら愛を誓いました。伊藤蘭さんは水谷豊さんとの結婚について次のように語っています。豊さんには会った瞬間に包み込まれるような温かさを感じましたし、仕事への真摯な姿勢がものすごいのに、それをひけらかさないところも素晴らしくて、私はもともと結婚願望がなかったので、交際している6年半結婚のことは全く考えていませんでした。でもプロポーズされた時には意外にも嬉しくて、ずっと一緒にいられると思いました。ただ私が結婚してもいいのかなという気持ちもありましたよと明かされています。結婚から1年後の1990年、伊藤さんは長女朱里さんを出産しました。
朱里さんは15歳の時にイギリスのバレエ学校へ留学し、バレリーナを目指していましたが、アキレス腱断裂や足首の疲労骨折といった度重なる怪我により夢を断念。その後、俳優の道を歩むことを決意し、2011年にオーディションに合格して女優デビューを果たしました。朱里さんは当初、両親の名を伏せて活動していたため、誰にも頼らず自分の力で芸能界を生き抜いてきました。その演技力は徐々に評価され、現在は NHK の朝ドラ「ブギウギ」で主演を務めるなど、若手実力派女優として活躍しています。しかし、その細身の体型から痩せすぎではないか、摂食障害なのではという心配の声も上がっています。これについて、彼女がバレリーナを目指していたことや、バレエダンサー特有の厳しい体型管理が影響していると考えられます。結婚から30年以上が経ち、一度も喧嘩をしたことがないという2人。その理由について、伊藤さんは、お互いを尊重し、相手の考えや行動を受け入れることが大切と語っており、水谷さんも、言いたいことをすぐに言い合える関係が大事だと思うと述べています。お互いに信頼と理解を深めながら、芸能界という厳しい世界で支え合ってきた2人の絆は、まさに運命の夫婦と呼ぶにふさわしいものです。一方、伊藤蘭さんについても、さまざまな噂がネット上で広まっています。韓国の女優チェジューさんに似ているということから、伊藤蘭さんは韓国人ではないかという噂が浮上しました。しかし、これについては伊藤さん自身が日本人であると明言し、家系図なども確認された結果、彼女が韓国人であるという事実は全くのデマであることが分かっています。おじいさんが新潟出身で広島市長を務めた経験があることから、在日韓国人という誤解が広まったとされていますが、伊藤さんの父親は公務員であり、彼女自身も純粋な日本人です。最近、女優としてドラマや映画に出演している伊藤蘭さんを見たファンからは、顔が劣化したとの声が聞かれます。また、顔が突っ張りすぎているという噂もあり、整形疑惑が浮上しています。最近の写真を見ても、年齢を重ねれば誰にでも現れるほうれい線が見当たらず、不自然な暗い肌に張りがあるように見えます。こういった変化は50代後半から言われ始めたそうですが、その頃に何か急な変化があったのでしょうか。実際、ヒアルロン酸注射やボトックスなどをして顔をふっくらさせているのかもしれません。現在も活躍している伊藤蘭さんには、逮捕間近との噂もありました。その噂が出た理由の一つが、2016年8月2日発行のニュースで、大物夫婦 X と Z が薬物で逮捕と報道されたことです。伊藤蘭さんは1989年に水谷豊さんと結婚されており、お二人は確かに大物夫婦と言えます。もう一つの理由は、仲の良い俳優が不祥事で逮捕されたことについて蘭さんが疑われたということです。これら2つの要因から、水谷豊さんと伊藤蘭さんが役者で逮捕されるのではという噂が立ってしまったと考えられます。しかし、この噂には根拠がなく、記事や報道として世間に出ているわけでもありません。そのため、単なる取り越し苦労であり、伊藤蘭さんと水谷豊さんの役者逮捕疑惑は噂に過ぎないと言えます。現在も女優として、そして家族として、多くの人々に愛され続けている伊藤蘭さんと水谷豊さん、彼らの夫婦愛、家族愛は今後も変わらず輝き続け、多くの人々に希望と感動を与え続けることでしょう。これからの2人の活動にもますます期待が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。